死体を売るために墓を荒らす様子を描いた絵。死体売買は、教会の墓地から隠密に死体を掘り出し学校の解剖学講義実習のために売ること。この職業の人と墓場荒らしは死体盗掘人と呼ばれる。西暦1832年に解剖に関する法律が成立する以前、連合王国において合法的に解剖用として供給される死体は、 法廷で死刑と解剖の刑を宣告された者だけだった。解剖の刑を言い渡される者は、大抵無慈悲な犯罪を犯したものであった。食べ物の窃盗のようなことでも習慣されるが、殺人で有罪となった場合、死刑と解剖の刑を宣告される可能性があった。これらの刑罰による供給量では、医学校や私立の解剖学校のための検体は不足していた。 1700年代には、微罪で、幾百もの死刑が行われたが、19世紀になると、毎年55名の公主刑のみとなった。しかし、医学校の拡充により500体が必要とされていた。死体の冷凍保存に電力が供給されるようになるまでは、死体は速やかに腐敗し、研究に使えなくなった。そのため医療従事者は、機関や、筋肉や、 死亡の組織を調べるに至る新しい死体の供給を死体盗掘に頼るようになった。死体を盗むことは古文牢においては重罪ではなく軽犯罪であり罰金か懲役程度で流刑や死罪になることはなかった。当局が必要悪には目をつぶる傾向にあったため、これは危険を犯しても十分儲かる商売だった。 死体の洞窟があまりにも世の中に蔓延したため死者の親族や友人が埋葬まで見守ることが珍しくなくなりその後も墓地の監視を続けることが一般的になった鉄の棺桶け墓地周りのモート政府と呼ばれる鉄柵も行われたオランダでは旧貧人が葬儀屋からわずかな謝礼をもらうのが当たり前になっていた葬儀屋は 埋葬に関する法律に違反した罰金を払った上、死体を医師へ転売した。金属製よりも、静かに掘れる木製のスコップで、新しい埋葬地の等足を掘り、棺に当たったら、棺を壊して開け、死体に紐をかけ、引き出すのが、死体洞窟の方法の一つであった。宝石や衣服を盗むと重罪になるため、それらには手をつけないように注意しながら盗んだ。 医学誌ランセットには他の方法が記載されている。頭方向に15フィートから20フィート離れた芝生をマイホールに四角く剥ぎ、地下4フィートほどの深さに埋まった棺までトンネルを掘る。棺の頭足を取り外して、死体をトンネルの中へ引きずり出す。芝は元通りにされるため、墓を監視している親類も離れたところにある多少の変化には、 気がつかない。この記事は、発見された空の看護家の数が、当時、死体の洞窟が頻繁に行われたことの疑いの余地がない証拠を示唆している。1827年から1828年、死体が新しいほど高く買い取られたため、エディンバラの死体洞窟シャバークとヘアーは戦略を変更し、死体洞窟人から人殺しになった。 彼らの犯罪行為に加え、それを模倣した、ロンドンバーカーズと呼ばれる集団が現れたため、1832年に解剖に関する法律が設けられた。これにより、引き取り手のない遺体と、親族により検体された遺体を解剖学に用いることができるようなり、解剖教師を免許制としたため事実上この風習はなくなった。イギリスにおける、 現在の学術目的の死体利用は人体組織局の管轄である。大英帝国の他の地域など、例えばカナダでも広く行われていた。保存法がないことや宗教的な監修によって医学生が新しい死体を入手することは困難であった。医学生は頻繁に死体洞窟に頼った。パリでの研究中、ベサリウスは 仲間の学生と共に墓暴きをするのが常であった。おおよそ月あたり312体が死体盗掘者として雇われたものから供給された。現在でもこのような報告はあるが、極めて稀である。イギリスの悪名高い事例の一つとして、南スタフォードシャーのリッチフィールド近郊のヨックソール、教会からグラディハモンドの死体が盗まれた。 ハモンド夫人の死体は、学術研究用モルモットを繁殖させる認可施設、ダーレー・オークスの農場に反対運動をしている、動物の権利保護運動の過激派に持ち去られた。ハモンド夫人は、農場の所有者の一人の義母であった。4年にわたる、スタフォードシャー警察の捜査で、セーブ・ザ・ヌーチャー・チギニア・ピッグズのリーダー4人を強括の、容疑で投獄した。 ケーキはそれぞれ男性が12年、女性が4年である。警察の発表によると、ハモンド夫人の死体の窃盗も罪状に含むとのことである。同種移植のために、移植外科からは、今でも需要があるため、現代版、死体盗掘人が供給している。このようにして得られた組織は、医学的に不安定であり、安全ではない。アリステア空ク,クの骨格は、 死体洞窟人により仮葬の前に切り刻まれた。西暦2007年から2008年にかけ、広く報道された事例がある。ジャック・タカモアは2007年8月に死去すると、20年以上連れ添った配偶者は、クライスト・チャーチに埋葬したがった。ところが、個人の親族は、配偶者に、無断で遺体を運び出すと、ベイオブ・プレンティノクタレレに埋葬してしまった。 同年12月にディナマーシャル・マクメナミンはロワー,ーハットに埋葬される手はずであったが、実の父親が引き取り、ルアトリアに埋めた。IB 名長ホロは遺書で埋葬地をハミルトンに指定してあったのに、2008年3月、20年ぶりに現れた娘が葬儀場から遺体をタウマルヌイに運んで埋葬しようとした。何度か競技を重ねた末、 ハミルトンに戻してホームった。ニュージーランドの法律によると死体には所有権が及ばないため死体盗掘は違法ではなく警察は動くことができない。ありがとうございます。